たわわに実ったぶどう。一粒の大きさは500円玉ぐらいあります。岐阜県高山市の山本果樹園では、ぶどうの収穫が最盛期を迎えています。今年は気温が高く雨の日が続いたため、実が割れてしまったものもありましたが、最近は気温が下がってきたこともあり、例年通り大きな実に仕上がったということです。これからますます気温が下がり、寒暖差が大きくなることで甘さを増していくぶどう。高山市の陣屋前朝市などで販売されるほか、全国にも届けられます。